ャストーン。いや、ご飯じゃないよ。大変なことが起きたから、早く、早く来て。早く来ないと手遅れになっちゃうよ。あー、スタッフさんやっと出てきた。大変なんだよ。おう、ドアが狩りの足にかすった。そんなこといいからさ、ちょっと。うお、このお部屋臭い。油の古い匂いがするよ。まるでここは日本の古き良き工場ってところだな。あー、スタッフさん、工場勤務お疲れ様。忙しいところ申し訳ないんだけどさ、大変なんだよ。こっち、スタッフさん、こっち、狩りについてきて。スタッフさん、本当に大変なんだよ。こんなことが起きるなんて思わなかったんだよ。ということで、ご飯。嘘つきを見るような顔で見ないでおくれよ。ご飯食べたい。確かにさっきも食べたけどさ、森が少ない。ねえ、お願い、スタッフさん、お願いだよ。一生のお願い。いい子にしてるから。なでなでじゃない。スタッフさん、お願い、お願い、お願い。ねえ、ないでしょ。ねえ。もうスタッフさん、違う、ご飯だよ。ああ、仕方ね、あれを言うしかねえか。スタッフさん、愛してるよ。さあ、来るぞ来るぞ。さあ来い、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 来い。はい、来た。スタッフさん、大盛り盛り盛りね。ありがとう、スタッフさん、いただきます。ん？なんだろう、なんだか聞き覚えのある言葉。ああ、なんだったかな。あ、もしかしたら坂口健太郎のドラマのセリフだったかも。